皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。本日は質問をいただきました。初心者です。ハイハットオープンクローズのバリエーションと効果を実演しながら解説してほしいですっていう質問をいただいたんですけど、ハイハットオープンクローズ、これはおそらくそのリズムパターンを叩いている時だな。例えば8ビートでというなんかハイハットオープンクローズのね、フレーズをやってる時のことかなとは思うんですけど、ハイハットオープンクローズの動きとしては3つですかね、3つ。その左足だけこうやって動いてる状態なのか、それか両足が動いてる状態なのか、それか交互に動いてる状態なのか、この、左足だけの動きっていう状態か、両足を上げてる動きという状態か、交互になるとき。左足だけのときはハイハットだけオープンしてるときですよね。で、両足上げるときはオープンの次にバスドラムを踏む。っていう状態で、で、交互に踏むときは、ハイハットオープンとバスドラムが同時に入るとき。みたいなこの3つがあるので、練習としてはですね、それぞれをね、まずちょっとハイハットオープンさせれるといいかもしれないですね。だからまず左足をこの交互に動かして、この時はね、左足右手の順番かな、左右で、これがいけたら同時これがいけたら、バスドラムがハイハットに被ってるバージョン。これもね、リズム的にはね、後ろに入ることの方が多いような気もするので、みたいな、バウウウみたいな、こう裏に入る時の方が多いと思うので、8分の動きかな、こう。犬猫。このパツパツに、パドで合わせられるようにする。で、これね、手順に慣れたら、これ今左スタートでなんですけど、これ逆にする、こう。これね、どっちもできるようにしておくと、フィルをやったりとかリズムパターンをやる上でも便利だと思うので、ぜひね、練習をしてみてください。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。